ミュールハウゼン、ミュールハウゼン、標準ドイツ語、ムルハウゼン、アレマン語、ミルホースは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州のカールスルーへ行政管区ライン、イコールネッカー軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。ミュールハウゼンは、ラインイコールネッカー大都市圏に含まれる。が地の標高を125メートルから250メートルに、 一市、ハイデルベルクから南に2 0トルほどの距離にある。ミュールハウゼンを貫いてバルトンアンゲルバッハ川が流れ、タイルンベヒレ川がこれに注ぐ。この町は、北を、ディールハイム、東を、ジンスハイム、南東をアンゲルバッハタール、南を、カールスルーエ軍のエストリンゲンとバート・シェンボルン、西を、マルシュ、北西を、ラウエンベルクと境を接している。 この町は三つの地区からなる。一つは町名になっているクビユーのミュールハウゼン。あと二つは、クビユーの南西に位置する、レッティヒハイム地区と北東に位置するタイルンバッハである。住民構成の内北部地域は、上部フランケン語、上部、フランク方言の内南フランケン語を言語とする、フランケン人。南部地域は、定地アレマン語、アレマン語を言語とするアレマン人が定住している。 ミュールハウゼンは783年のロルシュ文書にミューリンジュッサとして初めて記録されている。領主は何度も変わったが、モースバッハ修道院、ボルムス司教区、そして1272年以降のシュパイアー司教区がその主なものである。レッティヒハイムは788年のやはりロルシュ文書にラドンチョハイムとして初めて記録されており、 その後、オデンハイム修道院領となった。1338年に、シュパイアー司教区がこの村の大官職と土地所有権を獲得した。さらに1546年にはこの村に関するすべての領主権を掌握した。タイルンバッハは1300年頃に最初の記録があり、この頃にはすでにシュパイアー司教本部領であった。宗教改革の頃にはこの村は、 ヒルシュホルン家の所領となっており、従ってオーデンバルトシュカン関東に属したプロテスタントに改修された。何度も領主が入れ替わった後、1735年にユーバーブリュックツーローデンシュタイン男爵がこの村を獲得した。1803年にミュールハウゼンとレッティヒハイムはバーデン領となり、1805年にはタイルンバッハもこれに続いた。 長い間、シュパイアー市教領であったミュールハウゼンとレッティヒハイムではカトリックが優勢である。宗教別人口分布はほとんど変化せず、1965年代の調査でも人口の90%以上がカトリック信者であった。タイルンバッハには19世紀有力なユダヤ人組織があり、村にシナゴーグが作られていた。最盛期の1825年には、 村の人口の1、3がユダヤ人であった。その後ユダヤ人の流出が続き、その組織は消失した。1905年にはタイルンバッハの人口の99%がプロテスタントであった。第二次世界大戦後に旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などからの追放者を受け入れた結果。 カトリック住民の比率は1961年には16%にまで増加した。バーデンイコール、ビュルテンベルク州の市長存在編の時代、1972年1月1日にレッティヒハイムが、1975年1月1日にタイルンマッハがミュールハウゼンと合併した。ミュールハウゼンの議会は、議長の他に20人の議員からなる。 議員は5年ごとの直接選挙で選出される。タイルンバッハ地区には地区議会が存在する。2012年1月以降、イエンス・シュパンベルガーがミュールハウゼンの主長を務めている。ズンガラ、上下に分割の上、下部はさらに左右に分割。上部は銀字に4本スポークで8枚の羽根がついた黒い水車。下部の向かって左側は青地に、 二枚の銀の葉がついた銀のぶどうのふさ。下部の向かって、右側は金字に、緑のクローバーの葉。1972年及び1975年のマチソン合併以後、ミュールハウゼンはそれまでの紋章、水車を変更した。紋章を三つに分割して、レッティヒハイムのクローバーの葉の紋章と、タイルンバッハのぶどうのふさの紋章を、元の紋章に要素として加えたものである。 この紋章は黒から白の旗ともに申請され、1997年にラインイコールネッカー軍当局の認可を得た。ミュールハウゼンのカトリック教会聖チェリーリア教会の等は14世紀の建物に由来する八角形の金都室と戦闘を持つネオゴシック様式の建築である。平たい振動は1805年の建造である。1881年の内は、 1952年の拡張時に近代様式のアプスを有する浴労が増築された。レッティヒハイムのカトリック教会聖ニコラウス教会は1834年に後期古典主義様式で建設された。1956年に拡張されている。タイルンバッハ城は1736年に建造された。 この建物は1905年から1975年までタイルンバッハの役場として使われていた。現在のミュールハウゼンを構成する三つの村は何、世紀にもわたって農業中心の経済であり、重要な武道生産地であった。19世紀から20世紀に、最初はタバコ工場による工業都市へ、ついで通勤者のための住宅地へと変貌していった。ビースロフ法。 バルドルフ、エストリンゲン、ハイデルベルク、マンハイムへと通じる交通の便が良いことから、シュパイアー・ビースロフホ・ジンスハイムという地域的な発展軸が形成されている。ミュールハウゼンは 6km の距離にあるアウトバーン A6 号線のビースロフホ・ラウエンベルクインターチェンジから広域交通網につながっている。この他に連邦道 B39 号線が町内を走っている。 周辺市町村にはバス路線がある。ミュールハウゼンはラインイコールネッカー交通連盟のサービス提供地域に属す。かつてはビースロフホイコールバルドルフからメッケスハイムへのローカル鉄道があった。1901年5月14日に開通したこの路線は同年の10月16日には早くもこの路線から分岐し、ラウエンベルク、ローテンベルク、タイルンバッハ、 ミュールハウゼン、アイヒターズハイム、ミヒエルフェルトを経由して、バルトアンゲルロッホ、ジンスハイム市内方への視線が設けられた。しかし、この路線は1980年に旅客運行が、1990年には貨物運行も廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。